スライド丸の方をおすすめする理由のその1ということで、まあ、安全な切断が可能と先ほど説明したんですけど、このようにですね、あの一つの、まあ、板材があったとして、これをここにですね、このようにカツンとセットします。でもこれだけで既にですね、丸のほど直角が出ていて、今ここはメモリが0なんですけど、直角が出ていて、このようにですね、簡単に直角に切ることができます。スライド丸の子をおすすめする理由のその2ということで、簡単にですね、あの高精度で直角に切ることができます。で、僕が使ってるこの丸の子はですね、あのレーザーもついてるタイプで、レーザーが照射されていまして、実際にですね、このように品物に差し金で切る線を引いたとして、この照射されてるレーザーと先ほど僕が描いた墨を合わせることで、切ることができます。今現在ですね、ここのテーブルに対して丸のこの刃は直角になっています。で、まずこのテーブルがですね、ここのハンドルを握ることによって、後ろにこのようにレバーがついているんですけど、レバーを押しながらハンドルを動かすことによって、角度をですね、任意の角度に調整することができます。で、レバーを押している際は好きな位置にこのように動かすことができて、今僕レバーを握りっぱなしなんですけど、レバーを今離してます。で、この状態で0に近づけると0でロックされるようになっています。で、一旦レバーを離してロックを解除してあげて、ロックを今離している状態なんですけど、これで動かすと次のですね、15度でロックされます。切りのいい数字でロックされるようになっていまして、まあ、非常に便利ですね。まあ、45度だったり30度だったりですね。まあ、これはもしかしたら、それぞれのメーカーとか、あの機械で違うかもしれないので、まあ、そこら辺チェックが必要だと思います。お次はスライドの機械の上の方がですね、両方に僕のは倒れるんですけど、その場合は後ろに固定用のネジがありまして、後ろのロックを解除することで、このようにですね、刃物を寝かせることができます。まあ、基本的に僕はですね、あまり上を寝かさないんですけど、なんでかっていうと、ここの後ろのですね、サブフェンスって言うんですけど、こいつが結構高くてですね、上のこのアームに当たるんですよ。サブフェンスを外すのがちょっと面倒くさいので、僕はですね、コツの方にあまり傾けません。はい、次にですね、スライド丸の子を説明する4つ目の理由として挙げたのが、切断の際の粉塵がダストバッグに溜まって、周りを汚さずに綺麗に作業ができるということです。実際に見てみますと、このダストバッグがですね、このように外すことができるんですけど、こういう作りになっていて、スライド丸のこの後ろにですね、こうやって穴を広げた状態で、このダストバッグを固定する作りになっています。で、後ろのファスナーを開けてゴミを捨てる仕組みになっています。で、先ほど試しにカットした時にですね、ダストバッグのあのファスナーが開いていて、ちょっと周り今汚れてるんですけど、まあ、そのようなですね、うっかり事故も結構やっちゃいます。はい、お次はですね、スライド丸のコースを示する5つ目の理由としまして、工夫次第で時短加工ができるということです。まあ、実際にやってみましょう。まずですね、例として、まあ、ウッドフェンスを作っていると想定して、このような板をですね、ここに3枚あるんですけど、たくさんカットしないといけないとなった時をちょっと想定して、ジグの方を作ってみようと思います。はい、まずここにですね、1本の3があるんですけど、これを板分の幅ぐらいで切ります。ここにですね、ウッドフェンスに見立てた板があるんですけど、これを350で最終仕上がりとするとします。
そしてここでですね、先ほど切ったこの桟木を350で炭をしてここに取り付けてもいいですし、適当に取り付けてですね、そこから350取ってそこをもう一回切断してもいいですし、どちらでもいいです。今回はどうしましょうか。じゃあ先にちょっと取り付けてみましょうかね。これでパチッと、このような感じで、下のを開けてビスを止める。こうすることによってスライド丸の子が直角ですので、まあおおよそですね、直角にすることができます。でここから350取るわけなんですけど、こういう場合ですね、スケールで正確に測るの難しいんですけど、100切って測りたいと思います。まあ350が最終仕上がりで、一旦ここをですね、450に合わせて100のところに印をします。こんな感じですね。すると今ここがこの炭がですね、350になります。350で印をして、で切断します。その際ですね、ここで切断をするわけなんですけど、こいつでスライド丸の子には大概こいつがついていると思いますので、こいつで固定をしちゃいます。でその状態でこの定規を切断します。すると今ここからですね、先ほど取り付けたここまでは350になっていますので、こいつをまとめて切ることができるということです。先ほどの定規を取り付ける前にこの材料をですね、片方ちょっと切り捨てないといけないんですけど、もうちょっと順番があべこべになっちゃいました。こんな感じで片面を切り捨てます。そしてこれをもう一度ちょっと取り付けるんですけど、その際はですね、このように丸のこの刃に材料をコツンと当てて、このように材料をコツンと当てて固定します。はい、そうすることによって先ほどと同じように丸のこの刃からここまで350になりました。そして先ほどですね、こっちが片面切り捨てたんですけど、それをこっちの方に当てて、ここをねまとめて切ることができます。こうすることで一回一回ですね、測る手間が省けて非常に早く作業することができます。このような時短作業をですね、目的としてスライド丸の子を検討されている方は非常にですね、効果を期待できるんじゃないかなと思います。はい、ただいま紹介したこちらのジグなんですけど、結構ですね、発想次第では応用が効いて、非常にですね、効率よく作業をすることができます。仮にもし材料が長くなった場合なんですけど、長い材料をですね、切断する際はこのように長くなるんですけど、下にローラーを置くことによって固定することができます。このローラーはですね、事前にテーブルと高さを合わせていますので、まっすぐ置くことができていまして、この切る材料もですね、ローラーに乗せることによって、支えられていますので、安定して切断することができます。こちらの方のストッパーなんですけど、残量が長くなればなるだけ安定感がちょっと悪くなってきますので、そういう場合はですね、これがちょっと仮のものを持ってきたんですけど、これがストッパーだとして、このように下にですね、こういうふうに支えを入れてあげます。
この支えはここの直角を保つための支えになるんですけど、それと同じくですね、この材料を下に支えてくれるという役割も果たしてくれて、こういう使い方もですね、非常に便利だと思います。はい、スライド丸の項ですね、おすすめする5つの理由ということでご紹介したわけなんですけど、どうだったでしょうか。 DIY も進めていくとですね、より高精度なものを作るようになっていきまして、機械もですね、普通の丸の項と違くて、精度の求められるものがだんだん欲しくなってくるかと思います。次のステップの1台としてはですね、非常におすすめできるものとなっていますので、実際のですね、自分で行われる DIY のレベルに応じて、切る材料の種類に応じてですね、スライド丸のこの方を選定していただけたらいいと思います。ちなみに僕はですね、この一番大きいスライド丸の方を買ったわけなんですけど、値段はですね、今現在も10万円ほどするんですけど、なんでこのような大きいのを買ったかというと、三寸角を一発で切れるということで、こちらを選びました。普通の丸の子でもね、165の刃がついてる丸の子でも、表を1回切って反対にひっくり返してですね、切れば、全然切れるんですけど、ウッドデッキとかウッドデッキを支える塚とかを切るときは105角の材料を使うことが結構多いんですけど、その時にね、役に立つかなと思って、大和賞を兼ねるっていう理由でですね、大きいのを買ってみました。今のところ後悔はないんですけど、移動の際はですね、めちゃくちゃ重いというのだけはちょっとネックです。27キロぐらいあるみたいなんで、かなり重たいですね。でそこら辺も考慮して、スライド丸の子ですね、190の刃がついてるやつとか165とか、いろいろ種類がありますので、重さだったり、あとは、切断幅、切断深さとか、あと角度を寝かした時の切断深さとか、いろいろ検討するとこありますので、調べていただいてですね、自分に合った一台を見つけてもらえたらいいかなと思います。ちなみにですね、2020年5月18日に撮影をしているんですけども、今現在ブログの方を準備していまして、この DIY に関するですね、ブログをちょっと書いてみようかなと、挑戦してみようかなと思って今整備の方しています。でもしそのブログの準備ができましたら、概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、もしよかったらですね、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。